で今日はランキングも読むんですよ。今日はね濃いお時間となります。第41回牛弁ラン、なんだっけ牛弁おいしい麺、あ、聞き終わった、ありがとう。でもなんか私やっぱスポーツ系のやつが意外というか、意外、別にどう思われてるか分かんないけど好きだから、黒子のバスケとかも好きだから、黒子のバスケも各高校に間違えるから、なんか階級と同じ流れになりそうだけど、まあ、出会い、配球との出会い方もストーリーも違うから、ちょっと好きなキャラクターのとこだけ同じようなテンションになると思うけど、黒子のバスケもちょっと近々この流れでやりたいなって思ってたりする。楽しいねアニメってアニメとラジオ、自分のさ好きな作品を自分のラジオで語れて、それを一緒に聞いてくれてる人がいて、しかも私が紹介したから読み始めたよとか見始めたよって人がなんかいたりとか、しかもめちゃくちゃハマってるよとか教えてくれたりとか、私結構アニメとか見てるやつはそのエンディングオープニングも好きになるから、それをなんか自分のラジオで結構長々と書けるのもすごい、長々と書けれるのもすごい嬉しくて、でそれをねこのヘッドホンっていう高音質で聞けるのが個人的にね、なんか毎週やってるんだけど、このラジオ一緒に聞こうの会、全然なんか義務とかに私もなってなくてすごい楽しいんですよ。一緒に感想をその場で教えてもらえたり、自分もなんかあーってなるからそう楽しい。瀬戸宗、だから瀬戸宗がお昼に会ったのが改編して、なんかすごい寂しかったけど、こうやって一人で枠を任せていただいて好きなことを喋れるラジオをなんかキスさんは残してくださって、ありがたい、嬉しい、楽しい楽しい。アニメっていいよね。で私はあれランキング読むためにちょっとちょっと失礼、あれこっちがなかったっけな、あこっちだ、よいしょ、タイのタイパンツを見せてばっかりの配信でよく生きてるか、あ生きてる、よし、あもうこの服襟がだるだる、家着だな完璧。なんで外したのねえ聞きたい、なんで外したの、手癖悪い、びっくり、なんで外したの、ええびっくり、自分に手癖悪い、なんで嫌やったんかななんで、でも知らんがなんか一番適してるよなこの状況に、びっくり、無意識めっちゃ、家ではさ結構すぐな、靴、私家で結構裸足なんですけど、それと同じようになんか髪の毛アレンジをお仕事でしてもらったとしても、すぐ配信終わったらすぐ外すんで、多分それかな、びっくり、あほらこれうまくくぐらないとかでピョンピョン出てきちゃうんですよ、もう最近のうまくいってたのに、さっきのうまくいってたのに、おバカちゃん、おバカちゃん、兄ちゃんは関西風にタコ食べたりする、関西風のタコって何え何関西風にタコってどういうこと、だしにタコみたいな、私聞いたことどういうこと、うまくくぐれないと、ポニテにしよう、そうしようなんかポニテ明日の話し会でするかする予感がしたので、わかんない、あらまた出てきた、もうやだよ、さっきうまくいってたのに、もういい、許してくれる、服が黒いからわかんないよねそう、明日の話し会でする予感っていうか、わかんない、服をまだ
買ってどういう形か分かってるけど着てはないので、どういう髪型が似合うのか分かんないんですけど。ほらもうぴょんぴょこぴしてる、ぴょんぴょこしてるよ。うん、おバカちゃん、もう自分めカチャンカチャンで、なんで今日本当テンション高いじゃん、テンション高いと思うじゃん。今日私ショールームで初めて喋ってるから、だからかな今日の初しゃべりショールームなんだけどでもなんか合間に起きて何回か室並べしたんだけど、今日めっちゃ寝れたんですよ。最近なんか 3,4 時間睡眠が当たり前になってて全然寝れてなかったんですけど、あのお仕事の寝れなんて不眠症とかじゃなくて起きるのが早くて、なんかその分今日寝れたって感じがして、そうよかったよかった。あ、シャンシャンがちょっとよいしょ、これ切っとかんと充電なくなるやつ。え、切ってる？切ってきたよね。オッケー。よし、ということで第41回ひつ並べ ST50 のひつ並べのおしめランキングを読みたいと思います。はいしっかりスクショも完了しております。第100位から第1位まで呼ぶんですけど、100位から51位は心を込めてありがとうっていう気持ちと拍手をお届けして、第50位から11位までは心を込めてありがとうって気持ちプラス拍手プラスこのタンバリンのシャンシャンを鳴らすってなってて、まあ、そのうちの31位が含まれてるんですけど、その中に31位はニックネームが私ミーミーちゃんっていうやつなんですけど、やつっていうかなんですけど、あのミーっていう私に縁がある31位だけ、10位から1位がホワイトボードに書くっていうやつなんですけど、31位も特別ボーナスなんだなんていう意味、なんかそれで31位と10位から1位はホワイトボードに書きますっていう風に毎月やっておる所存でございます。101位、惜しい惜しい、でも101位まで来れるのも結構やってくれたってことだからありがたい。惜しい、それは謝らないで。101位まで来るのも結構大変だよ。私あの全く関係ないアカウントで今頑張ってやってるけど、ハート我慢あんまないからさ、101位まで行くのも大変だもん。ということで早速行きたいと思います。なんか当事者の方以外はね、なんか楽しくないかもしんないんだけど、なるべくなんか合間合間になんか小話とか挟んで、なんか当事者ではない方も面白い配信できるようにはするんですけど、まあまあまあスクショタイムと思ってそれ以外の方は聞いていただけると嬉しいです。それでは行きたいと思います。第41回推しメンランキング第100位、いししさん、パチ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 、推しメン石田みなみみーのときめきいししさん、ありがとう。パチ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 。第99位、これなんて呼ぶんだ、そうなのか、はやてなのかそう、ちょっと漢字が読めない。そうとみーの恋物語、はやてのとみーの恋物語、読めない読めないよ。でも一面しだみみなみみーの奇跡、なんかとりあえず99位で、あ、私です名前すごくない、これなんて読むのが正解、下の名前ってことか、名前すごい。99位で映画が始まりそうな映画が始まりそうな名前なんだけど、はやてと、合ってた、はやてとみーの恋物語夏公開されそうだ夏ね、麦わら帽子かぶってそうだな、花火してそう、映画の合間に、合間っていうか映画の中で面白い。
第98位、ジョンボビさん、おしむ石田みなみ、石田みなみ、神谷ジョンボビさん、ありがとう。第97位、イハクさん、あ、イハクさん、名前とアイコン私だけど、おしめが違う、イハクさん、イハクさん、うん、プスカプン、最近プンスカプンと思い出したんですけど、最近私プンスカプンって使いがちなんですよ。なんかちょっともうムカつくみたいな、わーってなった時に、なんかそのムカつくっていう言葉があんま好きじゃないから、プンスカプンって言って、あのその変な空気にならないように、けど自分の気持ちも発散できるように、プンスカプンっていつも大きい声で言うんですけど、それが最近癖になっちゃって、お姉ちゃんとの LINE でなんか寝てたみたいなこと送ったら、次の日に起きてたけど返してなかったって来たから、プンスカプンって送ったらキモって返ってきました。はい、以上以上小話でした。もうイハクさん、イハクさん、おしめ口がプンスカプンはい、96位、みーちゃんしか、おしめ石田みなみ、みーの奇跡、みーちゃんしかって名前でね、私じゃなかったらねピッって感じだから、ニコパーンって感じだから、よかったよかったはい、第95位、ナモさん、おしめ、噛んじゃった、ナモさん、おしめ石田みなみ、第31回、みー推し純潔ナモさん、ありがとう。でも最近本当にプンスカプンがマジでの口癖、最近の口癖なんですかって言われたらプンスカプンなんだよね。でここ1週間の口癖本当に95位ナマさんでした。で続きまして、94位、大吉さん、大吉さんは私のことも好きなんだけど、私以外の2期生も好きなんですよ。まあここではあえて名前は出さないけど、で私の時とその子の時があるんですけど、今回は多分あの全部この子全部私じゃない、これを多分お話し会でごめんねって言ってくるまでがセオリーはい、94位大吉さんでしたセオリーごめんねって言ってはい、第93位、翔さん、おしめ石田みなみ、ありがとう。翔さん、翔さん第93位が翔さんで、第92位、瀬戸宗、18時50分、おしめ石田みなみ、みーのハピネス、あの方っすよねあの方、この名前ね、誰も真似しなければあの方のはずですけど、まあもし間違えた時懺悔懺悔なんで名乗ってほしいけど、まあ本人いない説あるもんね。あの方でいいですよ。福武さん、ほらアットマークの名前がそうだもんな第92位、福武さん、パチ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 。そして第91位、森尾さん、おしめ石田みなみ、アイコンもみなみー、マリオさん、あ、星が流れてきたよマリオさんパチ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 、みんなも星が流れてる時に3回お願いしたら叶うよみなみね、あのガンダムでよくあるニュータイプっていう、あの 新人類なんだけど、ニュータイプがしてる配信だから、ニュータイプの配信で星が流れてる間に3回願ったらあの叶うんで、ぜひあのチャレンジしてみてくださいどんどん自分が痛いやつになってる、結構むずいからで91位がマリオさんで、第90位、ドンチキさん、うしめ石田みなみ、ドンチキさん、ドンチキさん、パチパチパチ、ドンチキ、なんかドンチキであれが出てきた、トンテキなんかドンチキさんって名前呼びながら、お父さんが作るトンテキがファン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 って浮かんできた。トンテキ美味しいよね、好き。ドンチキさんもトンテキ好きですかはい、第89位、
俺だけの南推しメン石田南第17回推しメンランキング見押し10決。俺だけの南って言いそうな人マジ数名いるからさ誰だろう、どの方だろう、数名いるんだよ言いそうな人、数名どころじゃないかも誰だろうゲ、誰だろうゲ、誰だろうけ、あれいないかな、あーいないのかな、わかんないじゃん、真相は闇の中にじゃんいやなんか本当に いないのかな、言いそうな人本当にいるんだよ何人も、だからこの人だってなんだろう言えない、恥ずかしくて出てこないやつならなぜこの名前にしたんだまあ第89位、俺だけのみなみさん、気持ち悪い気持ち悪い。第88位、かいちゃん、おしめ石田みなみ、アイコンもみなみかいちゃん、パチ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 、第87位、噛んだね今、第87位、まやわささん、おしめ石田みなみ、石田みなみおし、まやわさん、パチ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 、まやわささん、みーちゃんこんばんは、こんばんは、今あの七面鳥じゃないわ、あの七並びのおしめランキングの今第87位を読み終えたとこです。まやわささん、あそれはいのサブ、おお、言い換えたらサワヤムになる、そういうことか、なるほど、まやまささんびっくり第86位、すこすこミーミー、おしめ石田みなみ、ゆみりんのきらめき、すこすこミーミー、ゴロがいいすこすこミーミー、パチ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 。第85位、5963、ご苦労さん、おしめ石田みなみ、ご苦労さん、いい名前いい名前、ご苦労さんって思い出したんだけど、怖い話っていうか気をつけようっていうか危なくねって思った話なんだけどなんか私結構あのアマゾンさんとかでお買い物をよくするんですよ。まあなんかいろんなコスプレとかもお話し会でするから、いつもそれはアマゾンさんで頼んでるんですけど、である日なんか不在票入ってて、あ違う、あそう、ある日不在票が入ってて、宅配ボックスに入れましたって書いてるんだけど、宅配ボックスの番号が書いてなくて、えどうしようってなって、あのそのアマゾンさんのなんかチャットみたいなとこがあって、そこになんかつないでなんかチャットしたら担当者みたいな方が出てきて、でなんか その理由っていうか、その届い宅配ボックスに入れたってなってるんですけど番号が書いてませんでしたみたいなことを送ったら、担当になります〇〇ですみたいな、注文したのはこのどの商品ですかみたいなんで、なんか選択でこの商品みたいなの選べて、だからなんかこの番号をお試しくださいって言って10個ぐらい番号が届いたので、なんかほと当社はなんか宅配ボックス入れるときは基本この番号をこの番号のどれかなので全部試せば当たると思いますって言われて、危なくねっていう実際ね、あの8個目ぐらいで開いたんですよ。えこれ危なくねっていう10個だから結構あるけど、絶対それなんだったら、これ悪い人の手に渡ったら危なくねって思ったっていう話でも全然私もあのそれで助かって開いてコスプレもゲットすることができたんですけど、そう危ねえっていう、もう全然私はその悪いことにする気持ちもないけど、しようと思わないけど、よくよく考えたら危なくねえっていうそうでも10個あるから大丈夫なのかな、でも10個全部教えちゃったらそう分かんないけど、まあってあでもそれ確かに定期的に変えたりしてる説はある。全然それは私は毎月そういうことをしてるわけじゃなくて、それが初めてだったから、確かにそれだわ、絶対定期的に変えてるんだろうね、確かにそれな気がする
ていう思った話でした、ご苦労さんのお名前でお願い出しましたありがとう第85位ご苦労さんさんでした。パチパチ玄関にポツンと置かれたやつ、それはあのやめてくださいってなってしてる、怖いから虫も入りそうだし、なんかもう荷物を家に後々入れる荷物を外に置いとくのって怖いから、それは拒否してる。第84位、右田みなみさん、おしめいじだみなみみーなときめき、パチパチ、席から気をつけようね。これ私気をつけることなくないあっちがだって格外ボックスの名前書き忘れただけだから、私何も悪くないんだよ第84位、右田みなみさん、私は石、あなたは右、二人合わせて、ちょっと噛まなかったない、石田みなみと右田みなみ、多分前世双子説第83位、ヒロデポルさん、おしめ石田みなみミーパラダイス、ヒロデポルさん右石A ボツヒロデポルさん、パチ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 、第82位、琥珀さん、あと見つけた、おしめひしだみなみみーなきらめき、琥珀さん、パチ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 、琥珀さん本人いたら教えてね、パパパパ、今日本当に初めて配信で人と喋る、まあ携帯と喋ってるようなもんだけどさ、初めて人と喋っちゃうからなんか楽しい休みの日って基本こうなんだよね、うん、配信終わったらお姉ちゃんに電話してみようかな。なんかお姉ちゃんは、まあ、月曜日から金曜日は、まあ、その家族、旦那さんとお姉ちゃんと子供が2人いて幼稚園行ってるから、平日は結構朝早くてなんかバタバタしてるから、次の日が休みとか土日に電話かけてきてほしいって言われてたから、この1週間我慢してたんですよ気も悪かったそう我慢してて、そうだからちょっと今日の後配信終わったら七並びをぼちぼちしながらお兄ちゃんに電話してみようかな昔のドラえもんみたいな俺はまだ喋ってない、今ちょっと喋ってみようよ俺はまだ喋ってない、せーのリピートオフトミ、せーのあ第82位、琥珀さん、結構喋ったけどその間名乗り出てないということはいないのかな。第82位、琥珀さんありがとう。琥珀さんのアートマークの後に見つけたってあるように、私も琥珀さんに見つけたしたかったけど、仕事中なのかな、忙しいのかな。第82位、ありがとう第81位、 AKI あきさん、おしめんしだみなみみーの奇跡、あきさん、パチ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 、あきさん、あきさんはおられますか、はじめまして、はじめまして、やっほー、パパタンには、パパタン寝るの早いから、おばあちゃん並みに寝るの早いから、私が電話できると思った時にはもう寝てるんだよ基本あきさんはおられないかね。第80位、ダーワさん、おしめ石田みなみみーのロマンス、ダーワさん、ダワワワワザワワザワワザワワダワさん、いなそう、この流れいなそう、みなみ知ってる、この流れいなそう、ダワさん、最近さ、今みなみ知ってるって思い出したんだけどさ、まあ、みんなからしたらそんなことしなくていいよ、そのままでいてくれたらいいよと思うかもしれないんだけど、まあまあ、あの多分
厳しい方々は確かにね、その年齢では確かにダメかもねっていう方もいるかもしれないんですけどまあどっちもいいんだけど、最近自分のことを私っていうようにしようと思って頑張ってるんだけど、みなみって言っちゃう、まあ、アイドルのうちはいいかなとか思ってたんだけど、そう私ってなんかお仕事とかそういうとこではちゃんと私っていうような分別ができてるの。 そこはちゃんとなんか面接とも一緒で、面接で私の父があってお母さんがとかダメじゃないですか。そんな感じでお仕事はスイッチがちゃんと切り替わるので、お仕事ではちゃんと私はって言うんですけど、こういう配信とかメンバーと喋ってる時、え、見ないのみたいなそう、で使い分けできてるんだけど、ぶっちゃけけど、なんか友達とか電話してたりとか、でも友達も名前で呼んでるからな、るいともな、るいともそう、なんかそこを言いたいな。なんか結構大人メンバーが全員自分のことちゃんと私って言ってる。そう、なんかあかりんもゆみこもみっちもほのたんもまひなも、もうやぶちゃんはふうはだけどでもやぶちゃんはいないからさ、年下じゃないですか。そう、おきちゃんも私だし、あ、昔ほど言ってない、ちゃんと意識してるんだよ。だからそう、まいちゃんも私だし、そうそう、うんでもちゃんとお仕事では使い分けしてるんだけど、なんか徐々にちゃんと定着するぐらいは移行していきたいなって思うけど、なんかアイドルになっちゃ別にいいかなと思う自分もいて、なんかわかんない悩んでんのか悩んでないのかわかんない。ふーちゃん僕とも言うね、確かにそう、やぶしゃん、まあ仕事の時は私ってちゃんと言ってる、インタビューとか、いや私の場合はなんですけどみたいな、そこはねちゃんと、もう22歳だからね、ちゃんとプチってスイッチが、こんなスイッチないけど、キュンです、そうそう、ちゃんとなってるよ。何の話だよってで、ダーマさんで第79位、123、おしめ石田みなみ、石田みなみ魂、123、嬉しい。123はゲームで出会った関係怪しい言い方が怪しいゲームでつながった関係、あー怪しい、もっと怪しいうん123 イムシンドライグのギルバド仲間でしたね、123。昔の上司ゲーム独占見つけたりして、本当にあるんだそういうの。私なんかオンラインゲームあったとしても、あの他の人と喋るの苦手すぎてやらないんですよ。なんかお姉ちゃんとかとそういうチームを組んでやったりとかするけど、誰か一人でも知らん人いたらマイクもボイスもその聞こえるようにも全部つけない全部つけないし、そうそう、なんか、ね、無理なんだよねそういうの本当に。だからたまにお姉ちゃんとかにみーちゃんやろうよとか言われて、知らん人いたら抜けるもんねそう、だから本当になんかオンライン系はやだ、友達とやるのはいいけど、だから本当にそういうのあるんだって今びっくりポン、びっくりポン、苦手、全く知らない人と喋るの苦手。なんかさ、お話し会とか握手会とかはさ、あくまで私を知ってて私も相手を知っててって関係だけどさ、声だけじゃん、怖くない？変な喋り方して遊んじゃう、面白そう、何それ何それ、そんな遊び方あるの何それ、うちのお姉ちゃんはねよく一人でやってるらしいんだけど、普通に喋ってるって言ってて、多分一回配信でも言ったと思うんだけど、言ったと思うんだけど荒野行動で今やってる、今もあるか分かんないけど、人狼ゲームっていう荒野行動の中で人狼ゲームがあって、
お姉ちゃんがすごいハマってて、それを南と一緒にやりたいって言ってて、今も何回か音もしたんだけど、なんかマイクでも喋れるけど、その基本チャットで何番さんか怪しいって言えるから、なんか基本喋らないんですけど、私も喋らないんですけど、お姉ちゃんがその一人でやってた時に、お姉ちゃん村人なのに、そうなんか村人なのに疑われちゃって、ちゃんとなんか自分が人狼じゃないっていう理由も説明したし、お姉ちゃんが怪しまれてる時に一緒にいた人もいたのに誰もかばってくれなくて、お姉ちゃんあの追放されちゃって、その時なんだっけ言葉忘れちゃったけど、マイクつけてなんかバカみたいなことを言ったみたいな言ってて、それはめっちゃ笑った。バカだったっけな、そうふざけんなか分かんないけど、なんか忘れたけど、その時だけ初めてマイク、あ最低かマイクをつけて最低って言って切って、アプリごと消したって言ってて、そうそう、みんなの方がよく覚えてるねっていうのが最近のオンラインでのちょっと笑った話みんなの方が覚えてる最低だ、そうだそうだ、そんなこともあるみたい123から話がちょっと発生しすぎだわ第78、ゆういちにゃんさん、英語の方のゆういちにゃんさんです。うちめいしだみなみみーのときめき素晴らしいいや覚えてる、みんな嬉しい、だから自分の話をそこまでなんかみんなの印象に残ってるの嬉しいな第78ゆういちにゃんさん、パチ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 、よいちにゃんいないかにゃん、でも小話を多分いっぱい合間に挟んじゃうから、でもそれはなんかランキングになんか101位とか102位とかだから自分関係ないから、いやなんか面白くないなって思って、おいしくないから、あのご飯じゃない、よいちにゃんさんがご飯って言うからコメントでご飯って言っちゃった小話合間に挟むんですけど、合間に多分ね挟むからね、ランキング読むのがね2時間ぐらいかかるんですよねもうよいちにゃんさんがご飯って言うから言っちゃったじゃん、ご飯って、ご飯食べてたのよいちにゃんさん78位です、英語の方ありがとう第77位、アラプーさん、おしめんしだみなみみーのハピネス、アラプーさんお腹空いてないあ、101位の私見てる、ありがとうアラプーさん、アラプヨーシャン、アラプーさん、ほらのかに第76位、ミレービスケット、うしめいしだみなみみーの奇跡、この前お話し書いてくれたご飯食べながら見てたのはないでしょちょっとあ、後で話そう後で話そう、今話したいこと思い浮かんだけど後で話そう、これはみんなこの話をするまで抜けれないな、この配信から気になるだろう、気になるだろう実は全然しょうもない話なんですけど第76位、ミレビスケットちゃんなんだがいなしゃそうだね、第76位、ありがとう、わち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 、第75位、金丸さん、おしめんしなみなみみーの奇跡、金丸丸丸金丸さん、パチ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 、金丸丸丸金丸さん、パチ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 、あれあれれ、おかしいぞ、いないぞ、あれれ第75位、きまるさんでした。第74位、英語で YHAMAN ヤーマンさん、おいしめいしなみなみいちなみなみおいしいヤーマンさん、パチ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 、ヤーマンさん、やったーやった
たーやったーマンやったーマンのアニメめっちゃ見てたなんか夕方やってたよね。なんか帰ってきたぐらいにいつもやってて、でもあれ平日だったっけ、忘れたけど、なんかやってた、見てた。今日のびっくりドッキリメカワみたいな豚もダディだ木に登るみたいな、あ、ギルバの忘れてた、生きてるか私のギルが。シーギルバと、東京リベンジャーズとコラボしてるの、今初めて今日開いた。みんなも見てた？あ、ギルバとちょっとやってきますちょっと休戦、やべえ12分前に始まった、7時からじゃん、やべたにえー、誰が強いんだろう。あ、今日の18時か。じゃあほんとさっきじゃん。東京リベンジャーズ。なんかさ、あのリベンジャーズと全然東京リベンジャーズ関係ないんだけどさ、この前メールであかりんとラーメン食べてきたよっていうメール送ったんだけど、そのラーメン屋さんでずっと呪術廻戦がずっとアニメで流れてたの。なんかそれはその放送されてるやつじゃなくて、多分なんか Amazon プライムとか UNEXT とかの多分そういうやつに加入してるやつをテレビで流してて、1話が終わってもそのまま次に行くみたいになって、そのまま次の話が始まって、もう呪術廻戦がずっと流れて、私はラーメン食べながらずっと見てたんですよ。あかりんが呪術見てないから、なんか呪術ってどんなのって言われて、なんか説明をしてたのね。たらなんかあかりんがなんかそのなんていうのかな、もともとなんかそういう関係ないというか、なんかちょっと身体能力が優れた男の子がいてみたいな、でなんかその世界には呪術っていうみたいな もろもろ説明して、なんか一番強い人がいて、その指を食べちゃってみたいな感じが少なっていうみたいな全部説明したあかりんが、あれじゃない、東京グールみたいなもんじゃないって言われて、確かにグールとはエピソードのストーリーとか話の展開とか全然違うからあれなんだけど、なんかなんだろうグールもさ SS ルートみたいなあるじゃないですか、そう特急とか呪術だったらあるじゃん、ほんまじゃーってなって、確かにってなって、でも面白いから見てみてって言っといた、とりあえず。そうなんか確かにと思ってます最近。でも私だから私もめちゃめちゃハモったのかな。グール、グールもなんか金木くんがいて、アンテイクっていうカフェでよく会うリゼさんっていう女性がいて、そうでリゼさんと好意を持って、なんかリゼさんに好意を持ってて、リゼさんとお出かけみたいな話だ、リゼさんがその東京グールの中ではグールっていう人をガチャガチャってやっちゃうグールでみたいなそのなんかリゼさんと一緒で事故にあって、リゼさんの血だっけなをやられたから、金木は普通の人間だったけど、なんか人間とグールの半グールみたいになって、グール面白いよ、グール大好き。でもなんかグールはねそう RE みたいになって佐々木ハイセっていう少年も出てくるんですけど、めちゃくちゃ私グールの世界観好き。初見だと確かに怖い、でもグロいの大丈夫な人だったら絶対全然面白いし、話として面白いから、なんか個人的に私なんか多分どういうグロいのでもいけちゃうタイプなんですけど、個人的に昔自分が骨折った子っていうことがあって、骨折れる描写が苦手なんですよ。なんかどんだけ血がブシャーって出るよりかは骨折れたっていう描写の方が苦手なタイプで、グールはその描写があってちょっと苦手、あのその描写だけね。グール自体は大好きなんだけど、そうあの指とかってやるときあって、ああってなったなんかおかしいんだよね、なんか血とかなんか飛んだり首がスパーンってなったらどうしてもうわーってなるけど、昔自分がここをね折ってしまったっていうことがあって、そう骨折れる描写だけ苦手なの
そうだからよくハイエナの動画を見るんだけど、ハイエナってなんか骨も動物の骨も食べるから、その音がえぐくてハイエナの動画だけいつも音消してる。それ以外全然見る。なんかちょっとずれてんだよね私多分そう。でも多分それは多分本当に昔自分が骨を折った経験があるからだと思う。無理なの本当に。あ、ドラゴン出た。すごい3人いて、敵が3人いて、ちょうどうちのギルドも南美千代由美子っていう3人いて、何も打ち合わせしてないのに各々が違う人に攻撃してドラゴン出てきた。被らなかった攻撃が。すごい。そんな動画見るのやば、何がやばいの動物の動画やばいかな。それが自然だよ。自分たちがね目を背けてもね怒ってることだから、それを見ちゃうな。骨の髄を食べる、何の話をしてるんだ。私よりグレコってじゃないかこの人あ、ドラゴン出たよ。それを好んで見るのはまた別よ。なんでそんな言い方するのなんでよ、人格否定だ大げさなんで好んでじゃなくない、動物を見たいだけだもん。ドラゴン出ずっぱり、あっちの人いないのかな。ブンスカブーンじゃあこういう時に使うんです。なんか別に本気で怒ってはないから、なんかみーちゃんに怒られたって思ってほしくないけど、まあっていう時に使う。ブンスカブーンでも私多分アニメあんま見ないからかな。なんか文字とかだから、アニメで見てないからかも。グールもそういうのなんかアニメだと多分もっとなんかグロかったりするじゃないですか。漫画だったらさ、そこ飛ばしゃいいから逆にハンターハンターとかは漫画の方がちょっとわーってなる。アニメはもしなんかちゃんとそこは修正されてるからハンターハンターはまたちょっと逆。なんか東京グールとかもなんか呪術廻戦とかも、なんか配給じゃない、ハンターハンターはただただ戦いのシーンがわーってなるけど、なんかね東京グールも呪術廻戦も黒いとかじゃなくて人の気持ちを降りに来るチェンソーマンもそうだけど、なんかねそういう気持ちでえぐい気持ち、そういうなんか血とかじゃなくて、なんでそういうことしたーみたいな、なんだろう、人の心を折りに来るエグさがある。グールと呪術廻戦は、あとチェーンソーマンは。ハンターハンターはとにかく戦いのシーンがわーっていう方なんかちょっとね、なんかジャンルは違うかな。そう、いい意味で鬱漫画みたいな鬱になるみたいな、いい意味で。でもそれほど世界観に入れる作品っていうのはすごいなって。そうそう、例えばギルボード休憩、すいませんギルボード、あと2パンぐらいで勝てるんでちょっとお待ちくださいあ、勝ちました、勝ち申しました、ありがとうございますてかめっちゃ音出てない、今気づいたよ。コラボイベントチャットの受信、あ、今日始まったんか。ん？コラボボーン、ログインボーナス。ん？え、ドラゴンプリズムめっちゃもらった、うれしい、わーいわーいミッション
デイリーミッション。あ、あ、北条の洞窟行く、行ってくる、行かしてお願い、北条の洞窟行かしてお願いうるさいよね、ごめんね。そっか、今日金曜日じゃん。ゼロ時になったらやろうと思ってたの忘れてた、寝ちゃってた。昨日私めっちゃ寝るの早かった気がする。ゼロ時は起きてたね、起きてたけど。よいしょ、ちょっと行ってきます、北条の、北条の洞窟行ってきます。わーい、行っておいで、私のギルド、ギルドじゃないなんかドライブいつも音消してやってるから久々に音聞いたわーいわーい。なんでプリズムもらったの？多分普通にあのギルド、ギルパ、ギルド参加したらってやつ。なんかあの映画の期間とかにギルド出てない方人より進んでなくて、それであのみんなとちょっとずれてるだけだと思う。みんなが先にもらってるやつを今もらったって感じ。え、時間やべたりえあ、うわあ、めっちゃもらったということで、少量にちょいくらい行ってきますモンスター少量。あ、待って待って、間違えたん。決定、決定で少量。わー、一発でいっちゃった。上限解放、一発でいった。わーい、すごーい。あ、戻っちゃった嬉しいね、昇竜って楽しいね間違えた、一個だけ昇竜しちゃった。そう、まとめていけばいいのに。あー、いけなかった。284で終わった、私の昇竜。300いきたいなんじゃこれ。ああ、今日から始まってんすか。でもめちゃくちゃあの総合力めためた上がった。わーい、ということでランキング読みに戻ります。ごめんなさい。ん、あ、こっちじゃない。わあ、間違えた。どこまで読んで、ゆいちにゃんさん、金丸丸丸、ヤーマン様で読んで、やったマジしたんだ。はい、73位に戻りたいと思います。73位、イタリアントマトさん、おしめんしだみだみみえの奇跡。イタリアントマトさん、カプレーゼ。イタリアントマト、大きくなって自分が成長してトマトが好きになった、石田みなみです。あなたはイタリアントマト、私は石田みなみ、トマトが好きになった石田みなみ。あ、イタリアントマトさんいたカプレーゼカプレーゼってトマトあるよね、ちょっと想像出てみた。ありがとう、いつも。73位でした。続きまして、72位、閃光のパサウェイ、もじり方癖強くない推しメン石田みなみ、ミーの奇跡。誰誰、閃光のパサウェイさん。パチ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 。あ、パンダメさん、あ、閃光、そういうこと。72位、パンダメさんでした。第71位、酒蔵のミーヤさん、酒
倉これあれか、酒蔵の娘が発表された月かな、絶対そうだよね。酒蔵第71位、酒蔵のみーやさんちょっと笑っちゃった。酒蔵のみーやさん、いつの間にか酒蔵にいたみーやさん。その頃だっけ、多分2ヶ月、6月とかの話でしょ。うん、5月の話だから、あ分かんなくなってきちゃった第70位、しゅうかちゃん、うちみえしだみなみ、みーなきらめき。さっきコメント言ったけど、いるかな。パチ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 。お腹痛い。あ、いた。はい、ありがとう。パチ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 。ありがとう。第70位。第69位、カノンさん、おしめしだみなみ。みーのきらめき、かのんさん、ありがとう。パチ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 。第68位、 SAT-佐藤、佐藤さん、おしめしなみなみ、みーパラダイス佐藤さん。たったら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 んたたんたん、タッタラッタラッタラッタタン。佐藤さんがいませんよ、どうしよう、どうしよう。タッタラ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 ッタタラッタタタラッタタラッタラッタ。へい、笑うねいないね。第67位、てつやアットみーひんしか、てつやさん、おしめしだみなみ、みーパラダイス、そしてアイコンもみなみー、てつやさん。てて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 、てつやさん、てて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 、てつやさん。こんなに待っているのに、コメントで姿見えません、どうしよう。はい、どうしよう。出ておいで、出ておいで、てつやさん、出ておいでっていやなんだこれ、おらんね。第66位、パンダムユーシー、パンダムさん、おしめしなみなみ。第9回、みおし十決、パンダムさん。パチ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 。あっちはバサウェイ、先行のバサウェイってちょっとや、先行のバサウェイで、こっちがニコン。第66位、パチ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 、 ありがとう、こちらこそ。第65位、ここだよおじさん、おしめんしなみなみ、みーパラダイス、みなみ、ここだよおじさん、どこどこねえ、ここだよおじさん、どこどこどこ。あれえ、ほんまにここだよって言ってるけど、ほんまに、え、ほんまに名前クセ強じゃねおもろすぎ、名前クセ強じゃねえマジなんみーちきた、みーちきたおもろすぎ、え、マジだちょっとびっくりぽんだが、名前おふざけてるな、さてはお主お主、さてはお名前おふざけたな全部おつきた、ふざけまくったな、さてはお主、ぐぬぬぬぬいや、俺がいいけど、ぐぬぬぐぬぬ、
今に始まったことおじさんっていう年でもなくないこののはい第64位、博物館このいつも同じだから変えたいな、うん、博識の博にうーん何の字だこれは何の字だこれは何の字だ何の木だ、うん、博識の博にうーん難しい方の木ええな難しい今までは果樹園の樹って言ってたんだけどあの博識の博に何に使われてるっけこの木ってグヌヌ浮かばないグヌヌ博識の博に難しい方の木負けた負けたそうひろきさんなんだけどそう読み方は分かってるんだけどいつもね博物館の博に果樹園の樹でひろきさんって言ってるんだけど毎回同じ読み方をしてるから今日は変えようと思ったんだけど博識の博にあのその木の説明の感じができなかった読み方分かってよバカにしないでよバカにしないでよ確かに世界人の樹確かにちょっと今日は一つ浮かばなかったんでちょっと負けたもらい受けます博識の博に世界樹の樹でひろきさんちょっと果樹園の樹以外ちょっと思い浮かべとこいつも同じだもんねひろきさん読み方が私ひろきさん第64位でしたパチ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 ひろきさんも石田みなみいいのときめきそして63位高山病さん推し名石田みなみみーのハピネス高山病さんだけどショールームではこの名前じゃあられやすいよねポムの木の木ほんまやほんまやせやんそうやそうや高山病さんあれいないいないのあれあれいないのいないねあれさっき言った気がしたわ気のせいかいなしゃいじょうな気がするおということで63位高山美穂さんでしたありがとうパチ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 第62位ダツさん推し名石田みなみ石田みなみ推しダツさんパチ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 ダツさんダツさんハーゲンダッツが食べたくなるお名前だねハーゲンダッツが食べたくなるお名前だねダツさん絶対その意味絶対含まれてないけどハーゲンダッツが食べたくなるお名前してるダツさんミヒも食べたいダツさんおらぬおらぬかったおわびにハーゲンダッツ買ってください第61位ヨッシーあとミヨシさんヨッシーさんおしめんしだみなみみーのきらめきよっしーさんパチ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 よっしーさんパチ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 すごいここで叩く拍手鈍い音よっしーさんいないのが続いているお第60位もとさん推し名石田みなみみーの奇跡もとさんパチ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 タッ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 タンもとさんあれあれあれなしゃしょ
頑張ってるのかな、お仕事もろもろもろみんな。第60位元さんで、第59位つよつよさん、推しメンシナミナミ。第40回推しメンランキング、民謡史十傑つよつよさん、パチパチパチ。あ、いた、早い、お返事早い。つよつよさん、ありがとう、ありがとう。第59位でした。第58位、 DD164、 DD ひろしさん、推しメンシナミナミ、ミーのハピネス。DD ひろしさん、 DD ひろしさん、58位です。パチパチパチ。いないの、いないの。うんうんうん、ライトがあるから影になる。ここまで来た、アイロン話し会までにね、までにっていうか肌をね整え中なの今。でも私めっちゃ肌ね、なんかニキビとかもできにくい肌にねなって、比較的あんま肌荒れしない体質、肌質になった。すごい、私が近くなったら虹が飛んできた。みーちゃんは星のような存在ってか。はっ。第57位、 KEI K さん、推しメンシナミナミ。第2回推しメンランキング、三好十傑 K さん。K さん、パチ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 、ほいほい。 K さん、キムコさん。ありがとう。第56位、ヤマーさん、推しメンシナミナミ、ミーのハピネス。ヤマーさん、パチ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 。ヤマーさんめっちゃパチパチ言ってる。いた、私の方が先に見つけた。ヤマーさん、 ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。第56位でした。第55位、静岡の STU 推しさん、推しメンシナミナミ、石田みなみ激推し、静岡の STU 推しさん、なかなか。55位、すごい、静岡から STU 推してくれてるの嬉しいですよね。なんか瀬戸内の方、意外に関東の方とかも多いんですけど、お、ミラーボール、わー、いちごバナナアーポー。ミラボールね、カラキしてる時にしか流れてこないから、歌おうと思ったら全然使わなかった。そうね、意外に関東の方が STU をしてくださってることが多くて嬉しい。でそれで STU があったから初めて瀬戸内行ったけど、瀬戸内っていいところだねっていう言葉をかけてくれるのが、なんか STU のっていう、 STU 瀬戸内を拠点にしてる STU48 っていうなんか目的を果たしてる気がして、すごい嬉しい。静岡の STU さん、第55位でした。第54位、藤木さん、推しメン石田みなみ、みーの奇跡、藤木さん。あ、お仕事行って会社ありがとう、頑張ってね、藤木さん。パチ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 、藤木さん、いない、もしや、いない、いなさそうな気がする。お、第54位、藤木さんでした。第53位、 KUMA くまさん、全部私じゃないけどすっごい高順位にいない、ありがたい。でもここはみほりん、福ちゃんロマンス、私はくまちゃん。さっきある日森の中ってくまさんのために歌ってたのに。53位、くまさんでした。でもすごい好順位で、あの私のカードも入れててくれたんだろうなって思って、うれしいでございます。ありがとう。第52位、マーチさん、推しメン石田みなみ、みーの奇跡、マーチさん。あ、確かにきっとスクショ持ってない。
まあね、6月後半にスクショしたよね。マーチさん、まん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 ちさん、うん、まん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 ちさん、あれあれあれ、え、これってさ、なんて言えばいい、例えば6月中に推しメンを南にするとするじゃないですか。で7月ねランキング読んで7月にスクショしたとして、その時には推しメン変えてたらこっちにも反映されてるの？推しメン変えたのが反映されてる？その月に誰が推しメンしたってこと？こっちの月で誰が推しメンにしたってこと？そう、ちょっと分かんない、反映されるんだ。あじゃあ私は6月の後半でスクショしたから、ミンヒンが7並べ頑張ってる月じゃないか。プンスカプーン。はい、ガチ2マーチさんでした。ガチ1 ちょっと心に気づか、トイチさん、推しメンシナミナミミンの奇跡、トイチさんありがとう。トイチさんそうだよ、反映されてないと思ったから、あ、でも41回1名イベントだからその時のかと思ってたんだけど、反映されてたんだね。なるほどなるほど、それだと話が変わってきますね。コイン欲しくて推し名いろいろ変えてる、確かにね。まあまあタイミング悪い人ってことね。推しカボー、うち1位トイチさんありがとう。第一さん、第50位パンダムさん、推しメン石田みなみみーのロマンス、こっちが本体かな。パンダムさん50位、みんなが寝静まった頃に帰る人とかバレないように、七並び推しメン変えたことがない、素晴らしい。パンダムさんありがとう。あ、ここからシャンシャン登場ありがとう。音量注意です、パンダムさん第50位、パチ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 。第49位クロロルシフル、うん、クロロルシフル、うん、クロロルシルフルさん、3度目の正直、シメジダミナミみんな奇跡、さっきちょタンタンハントの話もしてたけど、第49位でした、ありがとう、うん、ありがとうございます。先月より順位が上がりました、いや嬉しい。なんかそうやってなんか私そのなんだろう、毎月毎月私も人並びできてるわけじゃないんだけど、なんかすごいなんか毎月毎月頑張ってくださってる方がいるっていうのは分かってたから、なんかこうやってなんか人並びのランキング読み始めたのもなんか昔からやってたわけじゃなかったけど、なんか本当に読めば読むほどなんかみんなめちゃくちゃ頑張ってくれてるんだなって分かるから、なんで昔の私読まなかったんだろうって、昔の自分は今からドラえもんをね借りてタイムスリップタイムリップして殴りに行きたいぐらいすごいみんなの努力が分かるランキングだなって思うし、こうやって順位が上がったよってなんか喜んで言ってくれてるのが嬉しいありがとう。第48位、新生みよし、推しメンシダミナミみーのハピネス新生さん。殴らないだけで、まあ私が私よのでね。新生さんで、まあそれぐらいこのランキング見でみんなのなんか、まあ、101位で悔しいっていう人とかいるってなんか嬉しいじゃないですか。自分のランキングで100位以内に入れなかったことを悔しく思ってくださる人がいる。別にみーちゃんにランキング読まれなくても別にいいかみたいな感じじゃなくて、なんかそこまでなんか熱意を持ってくださってる方がいるっていうのが嬉しいじゃん。そういうこと。新生みーご、新生さんはね忙しい方なんでね、いない説がある。新生さん48位ですね。新生さん第47位、もんちゃん、
これはあの方でしょ。ワンちゃんおしめ、石田みなみ、石田みなみ、神押し。この方はモンちゃんっていう愛犬を飼ってる方ですね。仲良しなんですよ、モンちゃんと私。モンちゃん、あ、出た出た、ちょっとカズヒーさん、ボブブの誕生日祝い、あ、誕生日だったの、え、言ってよ、おめでとう。しかと受け取りました、ありがとうございます。カズヒーさん、お誕生日、そして47位ありがとうと、おめでとう、ありがとう、おめでとう。だってこの前のゲーム会もね、一緒にゲームしました。あの方は人狼の裏切り者をしてました。47位カズフィーさんでした、ありがとう、ありがとう。なんか多分私も昨日配信してたけど、なんかね、遠慮したとか、そういう優しさとかもあるのかもしんないもんね。今教えてくれてありがとう、今言ってくれて嬉しかったよ。しかもメールもね、取ってくれてって分かったし、取って、まあ、知ってたけど。第46位、かくさん、おしめ、にゃかもらまい、みどきらめき、まいきょう、かくさん、かくさん、かくさん、キャッキャッキャッキャクさん、いない。で、私一回ってか何回も言ってるけど、マジでカクさんって呼ぶたびにワンピースのカクを思い出すの、本当に本当にそう。毎回思い出す、カクさん、おらぬおらぬ。うう、第45位、A、 これなんて読むんだ、 AA、 大きい A に小文字の A、 あーあーか、 A さんです。はじめしだみなみ、ありがとう。 A、 あー、 A はあーです。A はあー、どっちでしょうか。どっちだろう。45位、はあ。どっちも違うのかな。いないかな、本人、聞きたかった本人。第45位でした、ありがとう。第44位、まこばんさん、おしめんしだみなみ、みーのハピネス、まこばんさん、パチ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 、あ、確かにアルファ、確かに、まこばんさん、ありがとう。44位でした、あれあれ、短冊投げておきました、ありがとう。まこばんさん、おらの。第43位、ダンクさん、おしめんしだみなみ、みーのハピネス、ダンクさん、何だっけ、43位、ダンクさん、パチ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 、ダンクさん。パチパチパチ、ありがとうございます。明日の話し会楽しみ、お、明日来るんですね、私も楽しみ。第43位でした。第42位、アイジさん、おしめしだみなみ、みーの奇跡、アイジさん、パチ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 、アイジさん、うん、アイジさん、アイジさん、あれ。あれ、はい、いた、ありがとう。こちらこそ第42位をありがとう。パチパチパチ。第41位、ゆうまっちゃさん、おしめんしだみなみ、第20回おしめんランキング、みおし十傑、ゆうまっちゃさん、こんばんは、こんばんは。ゆうまっちゃさん、パ
パチ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 。よう、抹茶。抹茶。抹茶、抹茶アイス食べたい気がする。アイコゲットできました。お前じゃあ、これ何アイコン？子供の日アイコン？かぶと持ってるね。いいな、私アイコンも1個しか持ってない。1個持ったら十分なのかもしれないけど、もっと欲しい自分のアイコン。よまちさん、第41ありがとう。第40位、ガタクラッキさん、おしめしなみなみ、ガタクラッキさんありがとう。ガタクラッキ、5月ね、あ、だ子供の日だ。そっか、41回って5月か。せやせや。ありがとうございます。こちらこそ、41位に入っていただき、ガトクラッキさん、うん、いないので、ガトクラッキさん噛んじゃった。グッドクラッキさん、第40位ありがとう。うん、第39位、あれがあれであれ、おしめしだみなみ、みーのハピネス、アイコンみなみ、あれがあれであれさん。どれがどれであれ。どれがどれでどれって感じで、本当にあれがあれであれ、第39位、どれ。どれですか、誰ですか、あれがあれであれ。どれ、あ、ミロヤくん、ミロヤくんってほんと名前遊ぶよね。呪術か、前呪術のなやつじゃなかったっけ、領域展開じゃなかったっけ。うん、面白い。ミロヤくんでした。第38位、テルポヨさん、おしめんしのみなみ、みーのハピネス、アイコンも、アイコンもみなみで、テルポヨさん、テルポヨさん、あれいない、テルポヨさんいない、あれ、うん、しゃあない、ファイト。いない人はみんな忙しいと思って。ファイト。第37位、インターンさん、おしめ石田みなみ、石田みなみ激推し、インターンさん、パチ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 、インターンさんはいますか、あれあれ、いないね。おらんね。第37位、インターンさんでした、ありがとう。第36位、菊池さん、おしめんしなみなみ、第15回おしめんランキング、みーおしがみ、菊池さん、パチ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 、菊池さん、菊池さんもいないかな、いない流れかな、これは。そんな気がしてきた。いないね、うん、いないね。第35位、ミスターロボットさん、おしめんしだみなみ、みーのきらめき、ミスターロボットさん。第35位、ミスターロボット、ウィーンガシャン、ウィーンガシャン、ウィーンガシャン、あれれれれ、いないですね、これは。いないやつですね。しゃあない。第34位、としろうさん、おしめんしなみなみ、みーのハピネス、アイコンもみなみ、さっきとしろうしゃんいた気がするけど、としろうしゃん、あ、はい、ありがとうございます、ハピネスありがとう。こちらこそ、いっぱい当たってくれ、ん？いっぱい当たれたのは、その分としろうさんもいっぱいやってくださってたからだと思うし、ありがとうございます。第33位、タンタンさん、あーあー、みー髪をしてんなのに、おしめんがみーひんじゃない。うん、タンタン、プンスカプーン。
6月の後半に祝出したので絶賛七並べ頑張り期だったのに、プエスカッパーン。うん、タンタンシャン、タン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 シャン。出にくいよね、いただしは。ですね、めっちゃ怒ってるとかじゃないんで。出にくいですよね、この流れ。いないのかな。いないのかな。いない感じの。6月の後半は有罪。いないのか出にくいのか分かんない。でも第33位はすごいことなのでありがとうございます。第32位、南あつし、あつしさん、おしめんしだみなみみーのハピネス、あつしさん、パチ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 、あつしさん、あつしさん、あつし、はい、あつし、あれ、いない、もしや、いない、いないの。あ、星が降ってきた。あ、長いこと言うの忘れた。あ、いない、うん、あ、いない。あ、第次は第31位ということで、31位は、私のニックネームみーちゃんにかけて、31位は特別に10位から1位の方もホワイトボードに書くんですけど、31位、なんだかんだ10位から1位も激戦区なんですけど、31位も激戦区。あー、星が金金金って言ってる人いるぞ。そう、なんだかんだね、31位が激戦区とファンの方に聞いております。第31位、ドゥルル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 ルがいっぱい欲しいから、もう一つの方がゴールドパスとか入って課金とかもろもろしてやってたんだけど、あのね、全く私ってわからない名前だから、石田みなみの時は忖度してくれるけど、そのアカウントでやるとみんなガチだから現実を知る。いや、誰もスタンプ返してくださいとかなるもん。だから石田みなみの方でやったらみんなわーってやってくれるから、永遠に甘やかされるとこで生きていこうと思って。第31位、さゆっちょさん、ありがとう。31位、さゆっちょさん、じゃあ10秒、じゃあ5秒数えます。え、スタンプ返してくれなかったの。そう、なんかそう、私でもよくねえんだけど、あーって誰々推しの人返してくんないってなるから、石田みなみ推しを掲げてる人は全世界に優しく生きていきましょう。2ヶ月連続ありがとう。確かに。確かに。狙ってる、さゆっちょさん。でもここめっちゃ激戦区じゃない？私ね、狙おうと思ったんだけど無理だった。全然ランキング内に裏垢じゃないわ。もう一個の方入ってないんだけど、そう、最初の方はさ、月始めの方耐えれるじゃん、けどすぐ追い出された。あ、全然5秒勝てなかった。ゴー、4 3 2 1。6月はすごい。ジェラー、ジェラー、うん、すごい、それはすごい。ここ意外に大変だよ。ありがとう、31位。やっぱ狙ってる人は多いからね、意外に激戦区なんですね。第30位、ピアニッシモさん、パチパチパチ、ピアニッシモさん、パチパチ、
いた、はーいって。ピアニッシモさん、ありがとう。見つけた、見つけた。あ、お仕事行ってくる、いってらっしゃい、頑張ってね。この時間ってことは夜勤か、夜勤なのか。第29位、ダッタンさん、推しメン石田みなみ、石田みなみ推し、ダッタンさん。パチ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 。惜しくも30位。全然あの、すごい順位なんですよ、皆さん。皆さん、本当に。惜しくも。いや、30位でも十分すごいんですから。29位、ダッタンさん。パチ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 。あれ？キャッチャーさんいない？いないね。かわいいです、だって。キュラン。はい。28位。ダユウさん。おしめが違います。ペンスカプーそう。プン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 。プンスカプン。そんな気がしてた。私もね、あのね、宿女したって配信で言った時にコメントがそういうコメントを言ってて、本人察してるのかと思っていました。サーヤンか。え、サーヤンじゃないんですけど。サーヤンもなんですか。ファン同士で暴露し合う、怖い怖い。でも先月も頑張りました。そうね、まあさ、28位ってすごいよね。あの、これは5月か、6月の方まだ見れてないんですけど、まあまあまあ、まだ6月の方は見れてないので、完全部は。でも頑張ってくださったと本人が言ってるので信じます。もう6月末、みーちゃん一番頑張ってた時期だぞ。ポンスカポン。第27位、アミーガさん、おしめんしだみのいろいろバタバタぷい。アミーガさん、おしめんしだみのみ、みーの奇跡、アミーガさん。パチ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 。アミーガさん、ドゥ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 。アミーガさん、おしめんしのみなみ、素晴らしい。あれ、あ、いた、親方さん。あと、アミーガ。こっちなんだね、名前にする方は。ありがとうございます、こちらこそありがとう。第26位、神戸のトラック野郎さん、おしめんしのみなみ。第35回民謡史10決、神戸のトラック野郎さん。パチ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 。トラック野郎さん、神戸のトラック野郎。あれ、トラック乗ってるのかな今。トラック乗ってるのかもしんない、今神戸のトラック野郎さんは。あ、いた、いた、休憩中か。ありがとう。18日の山口公園行くよ。ツアーですね。昼夜どっち。えー、嬉しい、楽しみだね。待って、シャンシャン壊しちゃった。え、めっちゃ嬉しいって言ってバキってやっちゃった。年季入ってか。修正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 。はい、なったなったなった。着る、オッケー、楽しみ。わあ、修正修正、大丈夫。神戸のトラック野郎さん、山口の昼もこトラックで。そういうことじゃないか。ありがとう。あ、そうだよ、この子はもうタンバリンはもうこの子しか使わないので、この子を直して生きていきます。第25位、うねぴょんさん、推しメン石田みなみ。第39回民推し十決さん、うねぴょんさん。パチパチパチ。おっちゃおっちゃ、あ、はい、ありがとう。早い、うねぴょんさん、待っててくれてたの嬉しい。25位、ニコニコだね、ありがとう、うねぴょんさん。第24位、よっくんさん、推しメン石田みなみ、みーの奇跡、よっくんさん。パチ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 。よっくんさん、よっくん、よっくん、よっくんをいる時が多いのだが、今日はいないのか。
なさそうな予感がする。お、二品の予感は当たるからこれはいない説。よっくん24位、ありがとう。第23位、 HOKUTO 北斗さん、おしめしだみなみみーの奇跡、北斗さん。パチ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 。あ、今初めましてって今来た方、音量注意でございます。今ねランキングを読んでおりまして、北斗さんいないかな。第22位、 NECO 猫さん、にゃー猫さん、 NECO 猫さん、パチ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 。いない車掌、いない流れが徐々いっているから、いない車掌。この子も本当長い付き合いだよね。おんちゃん、おんちゃん。第21位、みーちゃん、たんおし、パパとみーさん、おしめしだみなみ、みーの奇跡、パパとみーさん、パパとみーさん。第21位です。あれあれ、みーたん、ピーピーとみー、あれあれ、まだお仕事中なのかな、お仕事中なのかもしれない。パパとみーさんはね、お話し会でね、いつもお話し会の背景が自分の職場だったりお外だったり、なんか仕事場の近くだったりするから、みーきんが悪いやつだったらね、突き止め、突き止めで噛んだからもうなし。みーきんが悪いやつだったら、あの突き止めれると思う。プレバシータダモレ。はい、第20位、 TOSI トシさん、おしめんしなみなみ。第37回おしめランキング、三好十吉、 TOSI トシさん。あ、ちょっと時差あるね。あ、今帰る大しめ酒蔵のみーやさんだ。あ、トシくん、ありがとう、こちらこそありがとう。第20位、ぴったしですね。第20位、ありがとう。なんか写真が飛んだ。あー、ドアップになっちゃった。第19位、ジロー260、ジローさん、おしめ石田みなみ、石田みなみ神推し、ジローさん。パチ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 、ジローさん、いない、いない感じ、そんな感じ、そんな感じな感じ、いないね、これみーきん、これ知ってる、いないってやつ。第18位、セイラひなちさん、おしめしだみなみ、みーの奇跡。セイラひなちのなんか文字のやり方変えた、英語だったっけ。セイラひなちさん英語だったっけ、英語じゃなかった気がする。セイラ、第18位、セイラひなちさん。パチパチパチ。第17位、竹刀さん、おしめしだみなみ、みーのロマンス、竹刀さん。このやぶに竹竹竹竹たな。この棚にだっけ、竹立てかけたのは竹立てかけたかったからだ。竹刀さん。第16位、 MASS、 おしめんしだみなみ、第39回おしめんランキング、めっちゃ噛んでる、第39回おしめんランキング、見合い出血、マッサン、おしめんし、あ、読んだ読んだ。第16位、マッサン、パチ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 、マッサン、パチ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 、マッサン、あれ
いないのが続いていて、みーひー泣きそうだ泣きそうはもった嘘寂しい。でもね、このお時間ちょっと早めながらね、しゃあねえしゃあねえしゃあねえぞってことででもね、あのなんかさ、なんかこの時間帯にしたらとか、この時間の方が人来るんじゃないとかももろもろあると思うんだけど、例えばお仕事行ってくるって言ってくれた人は10時以降に配信始めてたら見れないわけで、まあ、そういうのってまあ人によるから、どの時間帯に始めるのが正解ってないと思うので仕方のないことだけど、まあ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 、もっと早く私も時間とかを予約とかできてたら変わってたかもしれないので、私の責任はではあるのですが、でもこんなね高順位でいてくれることがありがたいことなので、いなくてもしっかりお礼はしていきたいと思います。ってことで16位マスさんでした。第15位タキアとみーちゃん推しタケさん、推しメンシダミナミみーパーガタイスタキさん、パチ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 、タケさん鎖骨綺麗、鎖骨はね褒められること昔からあってちょっと自信持ってるパーツではありますねタケさん、タケさん、あ、いますよ、アザース、いた、タケさんでした第15位すごいね、15位ありがとう。第14位おやつさん、推しメンシダミナミミーパーナタイズ、おやつさん、おやつさん、おやつさん、ずっと鎖骨見てやる、それは話が違ってくる、みー喋ってるのか、みー見てよバカ情緒不安定おやつさんいた、ありがとう、こちらこそ、鎖骨めっちゃ見えるもんね今確かに、おやつさんありがとう、おやつさん最新終わったらおやつ買いに行ってくる、おやつさん13位、ゆういちにゃんさん、あ、ひらがなゆういちにゃんさん、推しメンシダミナミ第38回三好十傑、さっき英語のゆういちにゃんさんの時はご飯食べてたけど今何してるんだろう、ゆういちにゃんさん、ゆういちにゃんさん、ゆういちにゃんさんおられますか、あ、いたいた、めっちゃいた、ありがとう、16位以内のカード欲しかったか、いつもより、あ、この月それか、なるほどね、この月16位以内であのカードをもらえる、なるほど、ありがとう、13位すごい嬉しい、私全然入れなかったすごい、最寄り駅に着いた、ご飯は食べ終わったんですねありがとう、じゃあいつもより16位以内が激戦区なんだこの月は、なおさらありがたいね第12位、よいさんさん、おしめんしだみなみみーパーラダイス、よいさんさん、さっきいたよね、さっきいた、さっき見た、さっき見つけてるわ私さっき私見かけた、よいさんさん見たもん、さっきいたもん、トトロいたもんよいさんいた、あれ間に合ったって言ってる、いなかった、嘘さっき来たよね、ほらほらね、ほらね、見たもん、間に合った、ありがとうって、12位こちらこそありがとう、よいさんさん見つけてました。第11位、きむこさん、推しめんしなみなみ第にゃんにゃん会のみよし神、きむこさん、パチ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 、キムコイシャン、ありがとう。あの先月6月頑張って戦ってたけど強かったこの方先月の第42回の方ですね、強かったあ、12位な、だからやっぱその41回は16位以内がいつもより激戦区だったんだね、なるほど、確かいつも10位以内にいるイメージある気もした、確かに。第11位キムクさんでした。それではここからはホワイトボードに書いていきたいと思います。第10位、
ドゥルル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 秀夫さん、ありがとう。あ、ライトと携帯、これ携帯ランキング、これショールームじゃない、室内部のランキング、一応見えるでしょ。はい、第10位、秀夫さん、5秒数えます。5、4、3、2、1、あー、0。10位でした、ありがとう。これ昔はギャラクシー使ってて、今 iPhone XR 使ってます。ん、キシキシしてたティッシュあった。ガンの書き方かっこいい、すごい意識してなかった。第9位ドゥルルルルルル、え？え？第9位ドゥルル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 ルライデンさん。サンキュー、ライデンさんでした。あ、なるほどね、これもう一つのアカウントってことか。ほら、ライディーンの方は1位にいたわ、すごっ。2つのアカウントで10位内入ったの、すごっ。5、4、3、2、1、わわ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 わ、0、ありがとう。いや、すごすぎ、嬉しい、ありがとう。第9位でした、ライデーンさんが。ライデーンさんが第9位でした。ライディーンさんでありがとうって言ってたけど。第8位、デレレ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 バン。第8位、三原色さん、お名前改名してから初めての10位内ですかね。第3位、間違えた、8位、三原色さんです、ありがとう、ありがとう。オッペが、オッペが押される。5、あ、そうかも、やっぱそうだよね。5、4、3、2、1、ゼロ。あ、ぴょん転してるのバレちゃう。バイバーイ、バイバイじゃない、バイバイじゃない、ゼロ。第8位でした、ありがとう。第7位、デレ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 、あ、待って、消え単語あった。第7位、デレ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 、なんか顔文字ついてる、これ顔文字も書かなきゃいけないやつよね。あ、下手、待って待って、間違えた、顔文字を間違えた。デレ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 デ
リリ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 リ第7位ダン。ふみさん、あ、藤木さん、さっき読んだよ。ありがとね。ごめんね、私が結構読み始めちゃったから。第7位、ふみさん、ありがとう。それでは5秒を始めたい、うん、5秒をカウントしたいと思います。5 4 3 2 1 0、第ラッキーセブンの第7位です。ありがとう。顔文字大事だよね。アイデンティティだよね。知らんけど。ふみさんでした。あ、ふみさんありがとう。あ、顔文字ついてる。コメントにもありがとう。こちらこそ第ラッキーセブン7位。第6位、ドゥルル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 ルドゥルル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 。沢山さん、さっきなんだっけ、和屋様だっけ。ほんわかが第6位、沢山さんでした。第6位。それでは5秒数えたいと思います。5 4 3 2 1 0、第6位、ありがとう。ありがとうございました。それでは続きまして、第5位、第5位、ドゥルル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 、第5位、ホムフム。第5位の方はですね、最近ゲーム会であったんですけど、難しい感じの方で、なんかゲーム会でなんか3部門に分けて、その1位だった人に賞状をあげたんですけど、それでこの方も賞状をもらって、私結構あの7並べのランキング入ってくださってる方だし、まあ、サイン会とかもろもろで難しい感じだけど書き慣れてる方なので、スラスラ書いたら周りにいた他のファンの方が、他のファンって私のファンの他の方が、さすが書き慣れてるって言ってて、じわじわ来て楽屋で一人で笑ってました。なんか面白かったんだよね。なんかじわじわ来ちゃって。確かにそうだなと思って。はい、第5位、たつる、あと和やかな人、たつりゅうさん、サンキュー、ありがとう。それでは5秒数えたいと思います。5 4 3、いつもありがとう。こちらこそ。2 2 1 0、第5位でした。ありがとう。すごいよ、第5位。なんか自分もさ、結構、まあ、今月とか先月か、高順位にいたからこそ、この順位キープするのめっちゃなんかね大変だしね。抜くされそうってなって慌てちゃうしね。ありがたい。第4位、ドゥルル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 ドゥルル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 ドゥルル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 でるる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 。第4位、タナさん。なんかお花描いちゃった。初めて多分この七並べのボード読みでお花を描いた気がする。タナさんでした。第4位、タナさん、出ておいでタナちゃん。5 4 3 2
き仕事がって言っておりました。じゃあもしあの SNS とかでつながってたらスクショ送っといてあげてください。第4位ありがとう。ギフト？ギフト？あ、七夕ギフト？確約ってこと？ギフト？第4位タナさんでした。あ、確定ってこと？意味合ってる？私みんなと今意思疎通できてる？合ってる？喋れてる？みんなと大丈夫？タナさんからギフト来てる。あ、そういうことか。おまじゃん。喋れないけどありがとう。ええー、何そのおしゃれなおしゃれなそのコミュニケーション方法なんなん。初めて喋ったギフトと。ありがとう。どういたしましてってギフト返せないもん私。第3位。ルル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 。あ、書いちゃった自分に。ルル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 。ドゥルル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 それでは5秒数えたいと思います。 5 4 3 2。 そうニコニコ私あえへへって言ってるかわいい。1位。あーいっぱいヤンチャルさんの時にすごい流れました。あ、願い事ご飯が食べたい。ご飯が、あ、ちょっとご飯ぐらい寝込んでも食べれるわ。もっと考えとながら何だにしようかな。あ、分かった、決めた。2 1 0。やんちゃるさん第3位ありがとう。やだ、ご飯が食べたい願うのはちょっとなんか引いたわ自分で。言えなかったか、ご飯食べるな。食べるもん。第2位。でれれ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 リリ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 ン。第2位パムさん、ありがとう。それでは5秒数えたいと思います。5 4 3 2。あ、2ヶ月連続だと一歩。でも十分すごいよ本当に。1ゼロ。じゃあさっき願えなかったからご飯食べれないっていうことがじわじわきて、絶対今日おいしいもん食べてやるって気持ちでいっぱい。でも本当にさ、いざ星が流れた時にさ、空気が何をさ投げたらいいか分かんなくなって、結局願いあわわわわってして終わっちゃうよね。喉に限界を迎えて、あ、え、猫描いた。あ、ちょっと猫飼いたい、猫飼い、あ、終わっちゃった。猫飼いたい、猫飼いたい、猫飼いたい、言えたー。猫、猫、猫。あ、カニ食べたい、カニ食べたい、カニ食べたい、言えたー。ジョジョ園、ジョジョ園、ジョジョ園、言えたやばい、見つけて、じゃあ旅行、あ、終わっちゃった。それでは温泉、温泉、温泉。あー微妙に第、それでは、あ、みんなありがとう。あー落ちた、近づいたら落ちた。それでは第1位いきたいと思います。いきます。第1位は
でるる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 リリ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 ね、今まで違う名前で当てたよね。ライディーンさんでもらうのは初めて。そうでもない第1位ライディーンさんでした。ありがとう。それでは5秒数えたいと思います。5 4 3 2 1。わーわー、ありがとう。第1位、白駒ちゃんもありがとうって言っております。ありがとう、嬉しい、ありがとう。以上、第41回七並べのおしめランキングでした。七並べのランキングを読みながら七並べのランキングを読みながら、猫を飼えることと叙々苑に行けること、叙々苑に行けることとカニを食べれることが決定したので、私も嬉しい。確かに両方加盟してありがとうございます。ギフトもね、全部ちゃんと見ております。ギフトで拍手なんかギフトで会話が最近の流行りなんですか。面白い、素敵いっぱいいっぱいありがとうございます。そうだって、にあの星が流れながら喋れたので決定しました。今日決定したのは猫飼うこととお肉食べ、ジョジョエンとカニまた願い事考えておきます、次の配信に。なのでちょっとあのね、一つ皆さんに謝らなきゃいけないっていう、謝らなくてもいいんだけど、別にちょっと言わなきゃいけないことがあって、ちょっとこのテンションのまま言うのちょっとあれなんですけど、昨日の配信でちょっと言いにくいな、昨日の配信でとんかつ食べたいって言ってたじゃないですか。食べたんですよね昨日そう、メールに送ろうと思ってメールに送り合わせたんですけど、昨日とんかつ食べたいって対し終わってとんかつ食べちゃいましたなんか夜中の夜に、結構な夜にとんかつを食べるっていう、やっぱ倍時間にお肉を食べたっていう懺悔いやちょっとみんなのことちょっと騙したくて深刻なテンションと話したんですけど、とんかつがすっごい美味しかったんですけど、いつも食べてるとんかつ屋さんは閉まってて、いつもいいねしてたかお気に入りのとんかつ屋さん何個かあって、そうだからいつもなんか最近見つけて美味しい、ここも美味しいっていうとこじゃなくて、いつも食べてるとこで食べたんですけど、とんかつが美味しいなと思ったので、今日もとんかつが食べたいんです私で配信始める前に見て、このお店のとんかつが食べたいって調べたら9時までだったので、9時までで終わりますとんかつ優先で配信終わるっていう、ごめんなさい9時までだったので9時まで大丈夫です、ごめんなさい、とんかつ食べたいんですっていう懺悔、ごめんね。とんかつ美味しいよねで昨日1枚で足りなかったから初めて2枚頼んでみようかなと思って、多分ラストオーダー大丈夫、ダメだったらそれもネタにして話すねそう、1枚しか食べたことなかったんだけど、昨日なんかペロリと食べれちゃって、あ、なんか9時までがラストオーダー、9時半まで空いてるけど9時までラストオーダーってやつでした。なのでとんかつを食べるので9時までになるので
まあ、ちょっと怖いので40分ぐらいから断じ見たいと思います。みんなブースかぶってやばいでごめんね。トンカツに負けたわけじゃないの。ちゃんと今日やらなきゃいけないこと、瀬戸もねも聞いたし来客もあるから、今日やらなきゃいけないことはしっかりね余裕を持って終われたので、トンカツ違うの、トンカツに負けたわけじゃないの、みんなごめんね。トンカツ食べたいんだもん。そう、とんかつ食べたいんだもん、とんかつ食べたいんだもん、ケチャップとマヨネーズ混ぜて食べたらめっちゃ美味しかったんだ。塩では食べない、ケチャップとマヨネーズ混ぜて食べるもん。あ、みんながプースカプーって言ってる。私ととんかつどっちが大丈夫。初めて天秤にかけられた。え、どっちって言われて、みんなのことが一番大事だよ。うん、みんなのことが一番大事。でも今日はとんかつが食べたいの。みんなそんな悪い意味に捉えないで。カツヤ美味しいよね。とんかつ2枚食べたいんだもん。とんかつ食べたいの。みんなそんな、みんなみんな落ち着いて、落ち着いた、落ち着いて。おみーちゃんが一番大事。いや、なんかちょっとさらっと今イケメン。この流れでありがとう。とんかつの写真送るね、メールで。まだ多分届いた時ぐらいな、ギリギリメール送れる時間だと思うから。キャベツも食べる、なんかちょっとサラダもついてるやつは昨日食べた。食べれなかった、メールで食べれなかったって送るから。とんかつ推しかぶりできちゃう。でもとんかつもね、別に毎回ハマってるわけじゃなくて、昨日と今日がハマってるだけ。うん、なので明日話し会来る方はね、とんかつの話しようね。、うん、じゃあ定休日とかのうちはないと思う。さっきだって配信始める6時前に見てちゃんとやってたから。でもなんかお母さんがすごいとんかつ作ってて、昔めっちゃ手伝ってたんですよ。卵つけて、小麦粉つけて、パン粉つけてっていう工程を全部お手伝いしてたから、一人暮らしになってとんかつって全然食べてなかったなと思って昨日食べて、でも前も食べたんだけど、やっぱとんかつって美味しいなって思って、そうそうそう、ちょっと今度ママん家帰った時、ママん家帰った時、ママと会った時でもね、ママと会った時はママの唐揚げ食べたいからな。正月とかだったら2日間会えるから、2日間ってかもっと会えるから、今日は唐揚げ、今日はとんかつって言ってみようかな。あ、でもあのあれよ、お店に行くんじゃないよ、出前だお。みーひん外には行かないよ。今から外に行くんだったら何も食べないよ。家が好き、家オンリー、家と話せる空間、それがショールーム、最高。とんかつ、とんかつ、とんとん、とんかつ、とんこつって言っちゃった。とんかつ、とんかつ、とんとん、とんかつ。ねみさ、世にいる22歳の中ではすごい言動が幼いじゃないですか、自分で言うのもなんだけど、これはさ、なんか別に作ってるわけじゃないからいいけどさ、お姉ちゃんとか友達とかにトンカチュトンカチュって言ってるとこ見られたら多分めっちゃ恥ずかしいんだろうなって今我に返ったよね。トンカツテンションで今トンカチュとか言ってるけど、え、我に返ったよね。我に返ったわ今。これお姉ちゃんとか見て、何トンカチュって、何言ってみて、今トンカチュって言ってみてってずっと言われて、いや言わないですみたいな。言わないです。え、でも配信でとんかちゅって言ってるやん、え、お姉ちゃんたちにも言ってみてや、いや言わないですみたいな。でお姉ちゃんたちは配信あんま見てないんだけど、ママは見てて、ママになんか今日の配信面白かったよとか言われることあるけど、そういういじられ方はしたことない。ママはどう思ってるんだろう、ママからしたらみなみっていつもこんなんなんかな。みゆみゆとの配信面白かったよって最近言われた。40分、ほんとだ。それでは断じ見たいと思います。
リアルタイムランキングものでその間コメント読めないです。いきます。13位、音量注意。待って、サンシャンの真ん中にペンをめっちゃ刺してた。LINE で感想。13位、ジュノラニカベグレさん、パチ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 。12位、ペパーミントエイジさん、パチ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 。もうあの人かなって言わずに言っちゃった。11位、リョーニャさん、パチ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 。10位、ディネアット。待って待って待って、とんかつ推しになっちゃった。オフとサラピとミーヒンでもなくとんかつになっちゃった。で、みなみが食べるとんかつイコールみなみということで、はい、オッケー、解決。はい、10位ディネさんでした。9位 TOSI トイさん、パチ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 。8位、パンダムさん、パチ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 。7位、三原色さん、パチ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 。6位、スノーヒルイシシさん、あと、イシシ別赤でばかり耐性。あ、なるほど、別赤なのね、あれ。本赤でも当てりましょう。でもね、別赤でもたくさんやってくれてるってことが分かってっていうことじゃないですか。嬉しい、ありがとう。5位、沢山さん、パチ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 。4位、ポムさん、パチ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 。3位、キムコさん、パチ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 。2位、マサさん、パチ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 。そして1位は、ドゥルルルルルルン、ライディーンさんでした。七並べの1位と今日のショールームの1位、ありがとう。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ。見つけた、みーのこと押してみーひん。のどか、ヒュー、ありがとうございます。兵庫県出身、みーこと石田みなみでした。のどか、なんか空気が入ってる。プンスカプンととんかつの言葉を覚えたっていうコメントが今流れたのが見えた。それでは、私石田みなみはツイッターとインスタグラムをしているので、明日お話し会なのでツイッターとインスタグラム更新予定なので、まだフォローしてないよって方フォローよろしくお願いします。昨日の夜に地味にツイッター更新してるので、コメントとかも全部見てるので、まだいいね、コメントリツイート、いいね、リツイート、まだまだお待ちしてます。明日のお話し会来てくださる方は明日よろしくお願いします。まあ、とんかつ今から頼んで食べながらぼちぼち七並べしようと思ってるので、よろしくお願いします。もうさ、この襟のよりより感が恥ずかしい。ああ家着だから芋。とんかつ、あ、やばい、もう43分頼めなくなったら私泣いちゃう。それではとんかつ頼みます。今日も配信、あ、で今日はあのチリヘイチェパーチュタバー。ありがとう。今日はあの滝野美子ちゃんとチリパに出演しているので、チリメンパーティーの方も聞いてください。結構いろんな話をしてるので、チリパーチリパー。では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 、ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張りみーちゃん、バイバーイ。あ、チリパの鑑賞も明日、私結構ハッシュタグしてたものも見てるんだけど、自分が出演してる時はハッシュタグ非中電ハッシュタグ、ハッシュタグ、まあ、ダメだダメ、しゃべらない。ハッシュタグ非中電、ハッシュタグイモステレビ、ハッシュタグあのチリパとか全部見てるので、あの今日チリパ聞いてくださる方は、まあ、ラジコとかエリアタイムリーしてる方はリアルタイムでも聞けるんですけど、またチリパも配信で一緒に聞きたいなと思うんですけど、ハッシュタグチリパも見てるので、ハッシュタグチリパでもつぶやいてくださると嬉しいです。じゃあバイバーイ。いい、とんかつまだ頼めるって書くってじゃないけど、ハッシュタグとんかつはいらないです。びっくりした。バイバイ。